あ、ジミミー、助けてジミミー。ああ、なんてことだ。このままではピノキオが。俺に任せて。
の日を、君もか。ともかく二人は早くここから逃げるんだ。またお前。ジムナス、どうしてお前が。心のない人形にも心が宿るか。実に面白い。ピノキオはお前たちノーバディとは違う。でもピノキオがそうだったように、お前たちにも心は宿るんじゃないのか。そうかもな。しかしお前も我々と似た存在であることを忘れるな。俺がノーバディと同じ？どういう意味だ？
人とも無事に帰れたのかな。ん？あ！あなたは空ですね。あ、はい。あなたが女神様？悪い知らせです。ゼペットさんがピノキオを探しに行って、モンストロという怪物クジラに飲まれてしまったのです。なんだって？そのことをピノキオとジミニーは知ってるんですか？二人はゼペットさんが海の底にいるモンストロのお腹の中でまだ生きていると手紙で知って、助け出すために後を追いました。そんな無茶だ。俺も後を追います。モンストロは噂によるとクジラの王様なんだ。船だって丸ごと飲み込んじゃうらしいぞ。それにだな、すごく凶暴で、何しろ。さよならジミニー。さよなら、もう餌になるのがオチだが、私も行こう。
まずはこいつをやっつけてピノキオたちを助けなきゃ。
そうか、このあとこの世界は闇に飲まれて、ピノキオたちはモンストロと一緒に異空の海に投げ出されて、トラバースタウン、そしてまたモンストロのお腹の中で俺たちは本当に出会うんだ。ここはイエンシト様の言っていた世界が見ている覚めない夢の中、眠りを覚まさないと元の世界には戻らない。ピノキオ、ジミニー、ピノキオを離せ。あ、よかった、無事だったかい。リクが一緒に探してくれたんだ。うん、僕平気だったよ。それから僕ごめんなさい、またお父さんとジミニーに心配かけちゃったよね。ピノキオ、ようやく私の教えを分かってくれたか。何者だ。俺、今のはどういうことだ。あれは俺の闇の部分だ。過去に俺は闇に落ちた。それ以来何度か形を変えて俺の前に現れるんだ。俺の体を乗っ取った闇の探求者、俺の闇をコピーされた人形、そして俺自身。闇だって。ねえ、リクにはジミミーみたいな人はいないの。僕はジミミーにたくさん大切なことを教わったんだ。リクも誰かに教わればいいんじゃないかな。そうだとも、一人で抱え込む必要はない。リクにもいるんだろ、何でも話し合える友達が。ああ、俺にもいる。あいつはいつも笑ってるだけのようで、俺にいろんなことを教えてくれるんだ。いいな、僕もそんな友達が欲しいよ。できるとも、これからどんどん。あっ、
なんだ何かいるのか。ピノキオとジミニーは先に戻っててくれ。俺は向こうを調べてくる。分かったよ。